茨城県水戸市は8月4日から3日間水戸黄門祭りが行われます。イエーイ、イエーイ。このお祭りはですね、すごいんですよ、はい、ものすごい数の、はい、出店、はい、がつらーって千箱っていうのがあるんですけどね、その一周を、ね、はい、囲むようにつらーって出て、はいはいはい、そこをね、みんなね、こうご飯をつまみながらね、はい、花火がっていっぱい出るんですよ。すごい効果音だったね、声がね、そうね、声がヒューって、ね、本物の花火はもっともっとすごいです。茨城県の花火は、ね、有名なんですよ。はい、そうですね、有名ですよね。有名なんですよ、はい、あの土浦市の方ではですね、茨城県の、ね、はい、こう花火師さんがね、どれだけ綺麗な花火を打ち上げられるかっていうお祭りが行われるほどね、茨城県の花火師さんたちすごいんですよ。すごいね、すごいんですよ。普通の花火だけじゃなくって、うん、ハート型だったりね、わお、すごい変わった形の花火も打ち上げられます。とてもね、たくさんの人たちが来てくれるお祭りです、はい、楽しくなること間違いなしです。なんか夏休みなんかしたいなとか、家族で旅行したいなって思ってる方、ぜひ水戸黄門祭りに足を運んでみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。